カカタムナというものは実は岩と開きなんだなということが分かってきますと「あの薬絵」の2つ目このパート2にはなぜこんなに1と違ってあんまり綺麗じゃない絵が描いてあるんですよ1は綺麗な絵がいっぱい描いてありますから人気がありますでもこれはカタカタムナの教科書なんですよね1から8時まで読み終わるとおそらくそれで11次元に向かうんだと思いますね。 意味は理,、うん、理解はしなくてもいいと思います。はい、なぜかというとですね、えっとあいうえおの一つ一つの母音が例えばあだとすると天の中主の神様のあののエネルギーですよね。でいって言うと高み結び様、うって言うとお神結び様で。 いううえって言と例えば馬師足利彦の神様、おって言うと天たちの神ってことですね神様が母音に入ってましてそれ以外のあ以外のやつはかなんて言うとか、かあですよね、けになりますから後ろにやっぱり神様が隠れていらっしゃるので日本語っていうのは一つ一つの言葉を喋るときにもです、ね、神を喋ってるんです。 で神という次元を喋ってることになりますからあの意味が分かるとか分かんないとかっていうよりはただきちんと発音して、まあ、楽しんでいくっていうことをやられるとそれそ,そのものが自分がそういった十1次元に行くっていうことですごくシンプルですよね。意味を考えようっていうようういりは まずは読んで楽しみましょうということそうすれば一つ一つの言葉が神なんだからまあ意識を持った時空と言ってもいいです神が神という言葉が嫌いなら人はねそういったことをやられると非常にいいんじゃないかなというふうに思っていますこれはですね私があのやったというよりはやはり私を通じてですねまああのー まあ表したいっていうまあ存在がいたんだと思いますから、まあそれをあの皆さんぜひあのご理解して、私は何もしてるわけじゃなくて、私はただあの上からふっと来たものをインスピレーションをいただいたものをですね、ただ書いたもので私の作品というわけではないので、人間が作ったと思わないでくださいね。そういったあのすごいあの人を助けようとするようなまあ意識体と言いますか、あのまあ宇宙の存在なのか神なのか私はあのわかりませんけども、そういったものが 今こういったことをですね教えていただいて、えー、あのやってるってことを理解していただければですねあのますますもって面白いかなと思ってます。